これから、聖少会地中学校1年11班の発表を始めます。私たち中学1年生は、1年間、鳥取市に魅力的な図書館を作ろうというテーマで探究の活動を進めてきました。その中で私たちは、本棚とコミュニケーション、ラフラリーというテーマで活動をしました。目次はご覧の通りです。 さて、突然ですが皆さんは図書館についてどんなイメージを持っていますか勉強する場所や親子で行く場所、そしてお年寄りや高齢者などが来る場所というイメージが強い方が多いかもしれません。まず、今の現状を知るために、4つの鳥取県立図書館、鳥取市立図書館、避南瀬鳥取、人権広場21、 フラットにフィールドワークをしに行きました。まず良い点として、建物が広く様々な資料が揃っているなど、キッズスペースがあり、幅広い年代で利用できる BGM が流れている、デパートの中にあり、買い物のついでに行けるなどがありました。一方で悪いところは、 研究の調査のために利用することが多く、行きづらい、広すぎて落ち着かない、静かすぎて入るのに勇気がいる。他人の人にも音を立てると声を聞こえてしまうなど、いろいろな欠点が見つかりました。このような課題の中で、静かすぎて入りづらい、入るのに勇気がいる、など、入りやすさについての課題が目立ちました。 私たちはフィールドワークで図書館の主な利用者は勉強、親子で訪れる、読書をするという人が多いことに気づきました。このように私たちは本が好きだけど静かすぎて生きにくいと感じる人がいる,のいるんじゃないかなと感じました。なので私たちが目指す図書館は入りやすく賑やかで和気あいあいとした雰囲気のいい図書館です。ターゲットとしては 本を読むのが好きなのはもちろん、賑やかな場所が好きなど、静かなところが苦手な人、そして若者です。若者は10代から20代をターゲットとしました。ゴールとしては、友達の家のように気軽に行ける図書館。静かだから会話しないでおこうという遠慮がいらない図書館です。そして、私たちが考えたアイデア、本棚とロボットを合わせた、本棚のロボット、ラフラリーです。プロトタイプはこんな感じです。 顔に合わせた猫,猫耳のスピーカー。AI と連結した、AI と連動した本棚。音声だけではなく、キーボード入力も対応としました。ラフラリーの顔はこのような感じで、可愛くて親しみやすい顔にし、親しみやすい顔にしました。実際にラフラリーが受け答えをしている動画を作ってみたので、ご覧ください。うん、こんにちは。やあ。 こんにちは。本を探したいんだけど、本の題名は何ハラペコアオムシだよ。探してみるね。<laughs> あった。ここだよ。ありがとう。なかなか読みたい本が見つからないんだよね。おすすめの本を紹介するね。君が読んでいるファンタジー小説を集めてみたよ。 おー面白そうありがとうどういたしまして本の貸し出しお願いしますはい完了ありがとうございました本の世界を楽しんでねありがとうこのように気軽に話しかけれるように顔、声、表情にこだわりました。先ほど紹介した機能以外にも 貸し出し予約ランキング、本の読み聞かせ、電子書籍など様々な機能を搭載しています。そして、この中の2つの機能をもっと詳しく説明していこうと思います。まず、1つ目は電子書籍についてです。この機能を付けた目的は、紙の本が苦手な人のために作りました。そして、この機能の使い方は、 ラフラリーに電子書籍が使いたいと言ったら電子書籍を選ぶ画面が出てきます。画面はタッチパネルになっているので簡単に操作して読みたい本を選ぶことができます。ちなみにこの機能には読み聞かせという機能もあり画面を見て疲れたときに使用ができます。そして二つ目は 貸し出し、予約ランキングについてです。この機能を作った目的は、今、この図書館でどの,ようどのような本が人気なのかを知ってもらい、利用者にもっとたくさんの本を読んでもらおうと思ったからです。この機能の使い方は、先ほどと同じように、ラフラリーにランキングが見たいと言うと、どのランキングが見たいかを選択する画面が出てきます。先ほどと同じようにタッチパネルになっているので、 簡単に操作をすることができます。私たちが本棚を喋らせようと思ったきっかけは4つあります。まず1つ目は本棚と会話するというのがまだ世間にはなかったからです。そして2つ目は物と喋れたらお実現です。皆さんは一度は物と喋れたらと思ったことはありませんか例えば今私たちが 歩いていててる床って普段ははどんんんなな気持ちなんだろうととかか考えたことはありませんか私たちはそういった理想を実現するために本棚を喋らせようと思いました。三つ目は人間よりも積極的に喋ってくれると考えたからです。初めて会う人と一対一で話すのは少し人見知りしてしまう人もいるかと思うので物と喋ることでそれを軽減させようと思って本棚を喋らせようと思いました。 そして四つ目は本棚だからどこに行ってもあるです。図書館なので本棚だからどこに行ってもあるが実現可能なのでより気軽に行けるというのを実現できると思ったからです。既存のコミュニケーションが取れるロボットの例としてはソフトバンク社のペッパーというロボットが挙げられます。ペッパーは画面に触れたり話しかけたりすることでコミュニケーションができる人型のロボットです。 そして、本棚、ロボットと検索しても、ロボットの形をした本棚しか出てきません。ここから、私たちのアイデアは、まだ世にないものと言うことができます。そして、ラフラリーという名前、皆さん、なんでこんな名前になったんだろうって、発表を聞きながら思っていませんでしたか実は、ラフラリーという名前には、ちゃんとした理由来があります。 まず、この本棚を利用して笑顔になってほしいという思いのラフ。家の雰囲気のように過ごしやすい場所にしたいという思いのリブ。この図書館を行くことが日々のルーティーンになってほしいという思いのライフ。そして、この要素を詰め込んだライブラリーをすべて組み合わせた造語となっています。そして、最後の L, I, R, Y の部分は、 この図書館に来た人から笑顔が連続してほしいという思いで読み方をラリーとしています。実現するために必要なものはもちろん本,本棚、カーペット、テナント料、ウォーターサーバー、椅子、机、従業員の給料、ご迷惑が必要だと思いました。参考文献はこんな感じです。ご清聴ありがとうございました。